乗るとモ子は北海道熊井市長生まれ大阪府茨城市出身の射撃選手。救命、長谷川智子。春ス丘高校時代はソフトボール部に所属していたが、卒業後大阪府警に進み1983年に射撃を始める。1988年、ソウルオリンピックにスポーツピストルで出場し、銀メダル獲得。地元大阪では人気者となりこの年の 第39回 NHK 紅白歌合戦にも近畿地方代表の審査員で出演。同僚と結婚が決まった際には有敢誌で報じられた。結婚を機に退職し一度引退する。1997年、現役復帰。その年の全日本選手権大会で準優勝となる。1999年 W 杯でエアピストル5位に入賞し、 シドニーオリンピック出場権を獲得した。2000年 W 杯では、スポーツピストルで優勝した。シドニー五輪では、エアスポーツとも5位で、ダブル入賞。大会後2度目の引退。その後訪問介護員2級の資格を取り、ホームヘルパーとして勤務するが、2004年に、国とも重宝火薬店に所属し2度目の現役復帰。アテネオリンピックに2大会連続での出場を果たす。 日本選手団女子選手では最年長であった。しかし、エアピストル25位、25メートルピストル13位と不本意な成績に終わる。2007年 W 杯25メートルピストルで準優勝を果たし、3大会連続となる北京オリンピックの代表に選ばれる。北京五輪個人競技では日本選手で最初の試合出場となった。警察時代に、 職場結婚した相手とは後に離婚し、現在は再婚である。20年ぶりメダルーズ、朝日新聞2008年7月17日閲覧。ありがとうございます。